吉田さん、人生はね、暇じゃないと何をやるべきかが見えてこないと私は思ってるんですよ。まあ、一つ目の気づきとしては、あの生活費に追われないぐらいの収入があったら、要するに金のために働くフェーズが過ぎたら、一体自分は何のためにお金を稼いでるのかな、もしくは時間を使ってんのかなってことがだんだん見えてくるんですよね。そうじゃなかったら、月末の支払いのために、 もしくくはローンのために一生懸命働かななちゃいけないけと要するにね支払いが追いかけてくるみたいな感じになって本当にこうラットレースみたいになっちゃうんですよねで同じように時間っていうのも十分余裕があるぐらい暇だから何をやるべきかなとかね何をやっちゃいけないのかなせっかく暇になったのにこんなことやってられないよみたいになるわけですよねちょっと暇のね成り立ちをねこのシリーズ特有のちょっとートークで 鳴らしてみようかと思いますけども暇という字は疲変の隣に「か」という字を置きますと「か」は霞が関という字の下半分と同じ独自の視点で漢字の成り立ちを紐解いたんとか博士はこの暇という文字があ岩石を切り取ろうとする様子を表し磨きをかける前の原石のようなものを示していると読み解きますとそれは未知数で大きなものうん何だかよく分かりませんね <laughs> つまり <coughs> あの石細工をね素敵な作品にしようと思っても生活費に追われていたらできませんよとだから十分な暇がなければ一つの作品を作り上げることもできないということというふうに読み解きましたよねまさに私はそういうふうに思うんですけどもねうんじゃあちょっと別のアプローチでお話ししてみましょうか漢字一文字一文字には先人たちのどんな思いが込められているのか 軸を越えてその成り立ちを探る、えー、漢字で漢字の世界今回の漢字は暇休暇余暇の暇うん大型連休は特別な予定もなく暇を持て余していたそんなあなたに特に紐解といてみたい漢字暇ですよねうんなるほどね暇という字は「非変」に「か」という字を書きますとさっきねお話ししましたよねそれは未知数で大きなものを表すと、うん、そうですね暇っていうのは本当にこう 明日まで暇とか明後日まで暇じゃなくて一生暇みたいなスケールの大きさが私は暇だと思いますけどねそこからあ制約のない考慮、えー、とした時間暇を意味する感じになったと言いますと学校を意味する英語のスクールその語源はギリシャ語で暇を意味するスコレ e だと言われていますあだから暇だから勉強がでできるってことですよね。昔は農作業とかに追われて勉強する暇がなかったまさにそうですね 一生懸命働いて読み書きができなかった資金率が低かったという時もあります、うん、古代ギリシャの一般市民は人を雇って基本的な労働を任せていました、うん、そしてそのおかげでできた暇な時間を自由な思想や討論に充てたと要するに頭を使うことをやったりとか詩を残したりとかね歴史の勉強したりとかしたってことでしょうね、うん、彼らにとって暇こそが自分が自分であるために必要な考え方を確立する最も大きな時間、うん、古代ギリシャの人々は 物事の本質を捉え問題解決に生かそうとする学問としての哲学を暇な時間から生み出したということでございますねだからやっぱり暇じゃないと何にもできないってことでしょうね。すいうところです、ね、ありがとうございます